文化放送おはよう、テラちゃん。 Good morning。 今朝はこの時間、ひげの隊長の愛称でおなじみ、自民党の外交部会長で参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きます。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。政府がおととい19日、まん延防止等重点措置について、東京、神奈川、愛知など13の都県への適用を決めました。重点措置が適用されるのはこれで合わせて16の都県となりまして、今日21日から適用されます。佐藤さん、この動きはどのようにご覧になってますか？これは現地を一番分かっている知事からの要請を受けての政府判断なので、はい、これは適当だと思います。はい、まん延防止等重点措置ですから、ええ、まん延してからこう出しても意味がなくて、はい、早め早めに出すということがやっぱ原則だと思います。さらに今大阪とか近畿の方も、あるいは静岡の方も今政府の方に、はい、まん延防止を要請するっていうような動きもありますから、この動きってはどんどん広がっていくと思います、はい、私はもうある意味はオールジャパンでかけてもいいんではないかと思うぐらい、もうそのぐらいのやっぱスピードがのオミクロンの感染が広がってますから、はい、これはね、早め早めやった方がいいと思います、はい、ただ経済の影響っていう部分も考えないといけませんけど、特に山口県、広島県、沖縄の3県の経済規模っていうものは日本全体の約 4% だったんですけども、はい、この東京、神奈川、愛知の13県の場合はこれ 50% なんだ。今回のこの16だけでも 54% 日本経済の売り上げの部分を占めてますから、はい、これがどんどん広がるというと経済的な影響ってのはこれ間違いないと思います、ただ今はいかにこの感染を抑えるかっていう部分にやっぱ重点を置かないといけない、はい、もう毎日毎日この感染者数がもう加速化してますから、これは今はねちょっとの我慢してでも感染を抑えるっていう部分に重点を置かないといけないステージだと思います、はい。これ今3週間という目処を立ててますよね、はい、ですからその先に伸びていくのか、それともそこで、ピークアウトしていくのかってところがやはり一つ注目なんでしょうね、はい、まさにその通りで、それは3週間になってますけども、はい、今のこの数字が約10日前ぐらいの実際の感染状況ということになればね、はい、なかなか3週間といっても厳しい可能性はありますよね、はい、ただ我慢する国民側からすればですね、どういう数字が出たらこのまん延防止措置が解除できるのかっていう、はい、なんかそういう見通しっていうか、目標っていうのがあるとですね、非常にいいんですけども、今日の厚生労働大臣含めたこの答弁でも、はい、なかなかこう数字では言えないと、総合的に判断というような答弁なので、はい、ちょっとそこはもう少しなんか工夫が必要かと思います。はい、さて総理官邸によりますと、全国の3回目接種の実績、今月18日公表時点ですが148万回、全人口の 1.2% です。他の先進国と比べると遅れが目立つという指摘もあります。日経新聞とフィナンシャルタイムズの集計を見ると、イギリスが 53.6%、 フランスが 39.3%、 アメリカが 23.3% に達しているということです。この外国と見るとですね、3回目接種比較的遅れているかなというこの指摘もあるんですが、佐藤さんこのあたりいかがですか？ご指摘は反省も含めて、やっぱり政府与党として受け止めないといけないと思います、はい、イギリスとかフランス、アメリカはもともと1回目接種は早かったから、はい、だから当然日本の方が2ヶ月くらい遅れるというのは当たり前なんでしょうけども、ただワクチンをいかに早く確保するかという部分についての反省点、はい、あるいは今回2回目接種から3回目接種の間隔を8ヶ月空けるという方針がありましたけども、はい、でも今はこれは7ヶ月、できれば6ヶ月というふうに前倒してます、はい、つまり8ヶ月という根拠がないわけです、であれば初めから6ヶ月というの、欧米と同じような6ヶ月間隔で打つということであれば、去年の10月、11月の頃に2回目接種を優先してましたけど、2回目接種と合わせながら3回目接種も並行的にできた可能性もあります、できたんですね、そうすると、もう少しオミクロンというもの株に対してワクチン接種というのはもっと早くできた可能性はあって、はい、実際に在庫がないのかと思ったら結構あったわけです、だそれを10月11月もう使えたらもう使えたわけですから、はい、たらればの話かもしれませんけども、はい、やはり2回目から
間隔を8ヶ月空けると、この8ヶ月ってやっぱ非常に今回ネックになった反省点だと思います。はい。さて、火山の大規模噴火と津波に見舞われたトンガ政府、18日大規模噴火の発生後初めて声明発表しました。未曾有の災害に襲われたと説明しています。被害の全容いまだに明らかにはなっていないんですが、被害状況について佐藤さんのもとには何か情報というのは入ってきてますか？まだね、かなり海底ケーブルが損傷したこともあって、はい、国際回線が非常に弱いので、十分な情報ってはないんですけども、今回は地震と津波と火山灰による被害というのに分けて考える必要があると、はい、もう地震では当然海底ケーブルの損傷とか停電というものがやっぱ大きな被害が出てて、はい、で津波では建物の浸水、ある島においてはほとんどの家屋が流されてしまったという、もう情報もあります、はい、ただ火山灰は結構厄介で、相当の火山灰が島全体にもう降って、今でも逐次降ってるっていう話もあるぐらい、今でもなんですね、はい、いう話もあるぐらいの状況なので、はい、この空港の滑走路、これを除去するっていう意味でも火山灰が一番このネックになっていて、はい、やっとね、昨日から火山灰が除去できて、ニュージーランド、オーストラリアの輸送機も飛ぶことができたという話は聞いてます、はい、でトンガにあります日本大使館、これは宗長大使をトップとした対策本部を立ち上げて、はい、在留邦人約40人いるんですけども、それに対して今連絡を取って今安否確認をやっていて、今のところ人的被害があったという報告には接していないという状況です、はい、でやはりあの地域に一番強いのはオーストラリア、ニュージーランドなので、そことの連携というものも今日本政府としては取りながら、この支援の加速化あるいは中身というのを詰めているという状況のようです、はい、磯崎官房副長官がおととい19日の記者会見でトンガ政府に対し100万ドル、およそ1億1400万円以上の緊急無償資金援助を行うと発表しています。飲料水、あと火山灰撤去のための用具など緊急援助物資、これを供与する方向で調整をしていると話しました。トンガの空港、今佐藤さんのお話のようにこの火山灰がどうも厄介なようですが、その空輸は現時点では難しいと言われています。ということは佐藤さん、これ物資はどのように送ることを想定しているんでしょう？もうやっぱ空輸とやっぱり船と船、はい、日本柱で行くことになると思います、はい、滑走路もなんとかの空いたようなので、はい、そういう観点では空輸ということも考えていまして、ええ、じゃ昨日航空自衛隊の C-130 輸送機2機が飲料水を積んで、向かいました。はい、今回拠点となるのはオーストラリアのブリスベンの近くの空軍基地を拠点として、とりあえずそこまで行ってそこからまた運ぼうということを考えているんですけども、はい、そういう形でオーストラリアを拠点に C-132 機を使いながら、はい、こうピストン輸送ということも考えていたり、火山灰撤去のための用具、まあ、高圧洗浄機とか、はい、あるいは向こうから来ているのは家を修復するための工具、こういうもの欲しいって来てますから、そういうものは海上自衛隊輸送艦の大隅っていうものにそういう資材を積んで、はい、派遣をすると、これも準備ができ次第こう運ぼうと思ってます。これには陸上自衛隊の CH-4 という大型ヘリコプター2機を搭載し、あとホーバークラフト LCAC と、まあ、港が同意状況はありませんので、はい、ホーバークラフト2隻というものを積んでこの大隅輸送艦でトンガの方に向かうということを今考えてます、はい、まあ、このでもよく佐藤さん言われるのがこの火山灰がその航空機ですとかいろいろこう機械関係にね悪さをするなんていうふうに言ってますが、いや今のところそういうその危険性というのはあまりないってことなんですか？ここまでまだ大丈夫のようです。そうですか、はい、ただ今回火山灰としてはもう一つの敵はですね、コロナなんです。はあ、島国なのにもロックダウンをしている状態なんですよ。非常に医療体制が弱いので、はい、外からの受け入れを非常に制限しています、はい、今回の支援にあたっても人的支援というものはできるだけこう抑えてほしいと、で物を渡すにおいても人と人が接触しない形でこう渡すと、はい、いうことを考えたりしているので、もうコロナという部分も考えながらの支援になります、本来は JICA の倉庫がシンガポールにあるので、はい、シンガポールまで航空自衛隊が飛んでいって、そこからこう物を運べばいいんでしょうけども、シンガポールもコロナ対策で入国をかなり制限してますから、はい、だからシンガポールの倉庫を使うよりは日本から直接持ってった方がいいと、はい、ただ行った場合はこの
トンガの方がこの制限をかけているので、そのコロナ対策とも考えながら今回は緊急援助活動をやらないといけないという状況になります。トンガ政府との連携の支援要請の下で柔軟にできるだけプッシュ型で支援をしたいと思ってます、はい、コロナ禍での救援というのも今お話聞くと大変なんですね。やっぱもう特に島国なのでものすごい気をつけてるんですよ、一旦入ったらもうあっという間に広がるというふうに思ってますから、で実際にもう医療体制が本当脆弱なので、これ、ね、かなりもうトンガ政府の方はまず支援もありがたいんだけど、コロナ対策っていうのを最優先に考えているようです、はい、さて今度は北朝鮮です。北朝鮮は今週の月曜日、平壌のスアン空港一帯から北東方向の日本海に短距離弾道ミサイルと推定される飛翔体2発を発射しました。日米当局は弾道ミサイルと断定しました。北朝鮮のミサイル発射、今年に入って4回目です。弾道ミサイルをハイペースで発射しています。佐藤さん、これは北朝鮮どういう狙いがあるとお考えでしょう。まずは昨年の労働党大会で示した各地ミサイルの開発計画にのっとって実験を行って能力を高めるというのが一番の狙いだと思います、はい、ただ特にその中でもう燃料のアンプル化っていう部分があって、これあの、推進剤とか酸化薬っていうものを事前にこう入れておくんですけども、はい、これは冬の方が非常に安定しているので冬に実験をした方がいいと、となると、ただ2月から北京五輪が始まりますから、で実験するとしたらやっぱ冬1月の早い段階がいいということも影響しているかもしれません、はい、で特にただ今回やってるのはどちらかというと短い、はい、あの射程のミサイルが多いんですよね、これはやはり対中国配慮という部分、あるいは対アメリカ配慮ということで、はい、ICBM とか核実験になると中国はやっぱ反応せざるを得ないというところで短いやつをどんどん撃ってると。ただ短いといってもいろんな種類のミサイルを車両とか潜水艦、はい、あるいは列車とかから、もう多様な発射手段で撃ち、しかも極超音速のミサイルっていう形で低軌道高速で週末で変速軌道と、もう日米のミサイル防衛体制を破るということにその重点を置いてますから、はい、こういうことによってアメリカを少しでもこの交渉の場に持ち出したいという思いもあるのかと思います、はい、さてそのアメリカですが、岸田総理とアメリカバイデン大統領、日本時間の今夜ですね、オンライン形式で会談を行います。日米同盟の強化、覇権主義的な動きを強める中国念頭に、自由で開かれたインド太平洋の推進、相次いでミサイル発射する、今お話に出た北朝鮮、こちらへの対応などをめぐって意見交換する見通しです。で岸田政権発足後初めての本格的な日米首脳による対話になるわけですが、佐藤さん、バイデン大統領とこうどのような会談となることをお望みでしょう。はい、まあ、一般的には安全保障、経済、地域情勢、あるいはその核軍縮を含めた気候変動が地球規模的課題と、はい、今4つのジャンルに分かれるんでしょうけども、まあ、今回やっぱ安全保障というのは一番、まあ、経済安全保障を含めて大きいと思います、はい、やっぱり中国の軍拡に対していかに日米同盟を強化しながら台湾海峡を守っていくのか、北朝鮮、今朝 の、 あの報道では今までやめていた核実験とか大陸間弾道弾の試験もやるかもしれないということも言ってると、はい、こういうものにどうやって対応するのか、あるいはウクライナ情勢も緊迫してますよね、はい、でまたもう一つはその安全保障にも関係しないことはないんでしょうけども、あの在日米軍のコロナ対策、はい、これは議題としてやっぱり岸田総理も出さざるを得ないと思います、はい、まあ、バイデン大統領は聞きたくないかもしれませんけども、やはりこれだけの日本の在日米軍関係者の感染が増えているという状況においては、やっぱ感染予防対策というものをトップ同士で話すということも、はい、多分避けては通れないと思います、このあたりがその焦点になるのかなというふうに思います、はい、今朝はこの時間、自民党の外交部会長で参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きました。佐藤さん、ありがとうございました。